12月30日金曜日の開運メッセージです。さあ、今日のワンポイントメッセージはこちら、共鳴です。さあ、何かと師走の気ぜわしい時期ですよね。何か一時でも心が穏やかになるような時間を作ってください。こうしなんかこうね、心地よい音楽ですとか、心が共鳴すること、なんかそんな時間を作ってみてください。今日のワンポイントメッセージは共鳴でした。それではまた。